熱力オタクの YouTuber を今お呼びしたいと思います。ということで、えっと、ご登場ください。どうぞ。はい。どうも、皆さん、こんにちは。えー、ここあれですか熱力学大好き芸人の収録で合ってますか正解ですあ。よかったです。正解です。間違ってなかったですね。ありがとうございます。あの、一応、あの、多分、今見てくださってる、えっと、学生さんはい。あの、知らない人は少ないと思うんですけれど。いやい,やいや。や 100%ってことはないと思うんで、はい、ちゃんと自己紹介してください。はい。あ、すごい、コメント嬉しいですね。あの、普段ですね、YouTube で大学生向けの授業動画を配信してます。呼びのりの匠です。お願いします。素晴らしい。自己紹介。えっと、でも、あの、今、チャットの方見てみますと、あ、演習率だって。すごい、もう、あ、いきなり煽ってきてるな、これ。大丈夫かな。そうなんですよ。顔がね、丸いことで、知られてますけども。なんか、アンパンマンが二人いるみたいな状況ですけれど、 <laughs> はい。ということで、はい、せっかく熱力学皆さんね、あの、学んできて、ゼロから学んできて、そしてあの、あの、熱力学ミニマムを今もう、ほっかほかな状態で学んできたんで、はい、お聞きしました。はい、あの、我々熱力学大好きじゃないですか。はい、ぜひ、あの、熱力学学んだばっかりの東京理科大学の理学部物理学科の2年生。はい、2年生。と一緒に今日は、えっ、ー、と、熱力学をキーワードに、 物理学の楽しさと、はい、えっと、二人で、あと、トークでしながら、はい、学生さんのコメント見ながら、何か、はい、えっと、90分かお話できればなと思います。はいはい、よろしくお願いします。で、熱力学って、匠さんは、はい、ほら、だいたい高校の物理を勉強してるとき、はい、受験の、ほら、力学、えー、っと、電磁気学、熱力学、うんぬんある中で、熱力学のウエイトって、はい、なんか、 ちょっと若干力学とか電池機とは違った感じがあったじゃないですか。そうですね。一番くそつまんないですもんね。えっと、まあ、そ,うそ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 う。<laughs> じゃあ、高校の熱力から戻ってみると、僕の印象を言っていいですか、はい、あどうぞ熱力学、高校の時思ってた熱力学は、ピストンの中のガスの話。はいはい、これが熱力学だっていうふうに勘違いしました。はいはい、ピストンの動かし方の話をしてるんだなみたいな。はい、そういう感じだったんですねえ。熱力学ってピストンじゃなくても使えるんですかうん <laughs> いや、あのー、使えますよ、うん、そ,はそあの、ピストンの中のガスの話じゃなくて、宇宙の中の自然の話ですからね、熱力学は。もう、3パターンぐらいしかないと思ってました。はい。熱力学って。3パターンぐらいしかない。受験生の時は使えたと思ってました。そうね。その、曲線がこうなのか、こうなのか。いや、もう、うはい。こうあのー、透析、透温。 とえー、断熱だけでですからうす、ねうん、ピストン断熱に至ってはもう暗記するしかないっていうようなそういう状況です、ねはい、世の中の機体って全部理想機体なんですよね。<laughs> あれ全部単元しぶしですね。はい。あのー、という感覚です。そうですよね。PV イコール NRT が成り立つ、ねはいはい。え、成り立たないことがあるんですか <laughs> なの成り立つことがほとんど、<laughs> まあ、ほとんどないとは言わないですけどね。はいまあ、そうですね。まあそういう感覚で、まあこれ本当にリアルな感じだと思います受験生の。 ですよねそんな中で大学2年生で僕も熱力学を学んだんですけれど、はい、最初のうちは高校の物理とそんなに変わんないなと思ってて、はい、あ,あんまり魅力を感じてなかったんですけどやっぱりあの第2法則ですよねやっぱり第2法則ですね、うん、面白くなってくる、はい、あの僕史上初めて物理学の法則に不等式が出てきたんですよ確かに確かに、はい、ないですよね はい、法則で言ったらないですね。ないですね。あの時にやっぱりすごい違和感を感じたんですね。そうですよね、うん、イコールじゃないんかいイコールじゃない、はい。ねなんか一体何なんだと、うん、でその前の段階でさらにびっくりしたのがクラウジウスの定理とかいうその定理が数式じゃなくて言葉で書かれるじゃないですかトムソンの原理も、はいはい、第二法則のねそ<う>あの説明いくつかありますけど。 はい、まず物理学の法則なのに、数式じゃなくて、言葉で書かれるっていう、まず違和感があった。うんうん、確かに。はい。ね。しかもそれが、何々できますじゃなくて、何々できませんっていう諦め、はい、諦めの法則否定で入るいうそう。はい、うわ、否定で入るんだと。確かに。かにで、これ数、れ数式で書いたらどんな風な式になるんだろうと思ったら、不等式として現れたみたいな、はい、そういうのが二年生、大学2年生の時、初めて、あの、第二法則と出会った時の気持ちでしたけど。はい ね、たくさん同同じだと思いますね。ただまあ、その時は不等式舐めてたので <laughs>。ないから。不等式舐めるとか、不等式舐め,式舐めるとか、ない、ないいや、なんか不等式ってなんか等式の成り損ないだと思ってたんで、<laughs> そうじゃないですか最初どうですか不等式かよっていう。えっと。厳密にちゃんと決めてくれよ。不等式決まってねえじゃないかって。ああ、そういうことそうです、そうです、ね。そういうってもうあれなんですよ。うう受験の感覚ですけど、なんかおまけで、 その方程式の方が好きなんですよ。当たり前ですけど。それはそっか。えっと。一気にバシって答えは決まったりするし、不等式的となんかその、許される範囲うん。頑張れ、もっとみたいな。<laughs> 範囲で諦めてんじゃないこれより大きいじゃなくて、これって言えよみたいな。言えよそういう意味で。そう <laughs> そうそう。すごいな。エントロピー増大すんなって言ってるんですもんね、今の話って。<laughs> めっちゃわかるって言ってますからね。<laughs> はい。いや、なんかだからまあ、不等式舐めてたんですけど、うん、えっと、どっかからかですね、不等式の偉い気がしてきたんですよ。ほうほう。 その、等式は、誰がやっても同じになるじゃないですか。うん、はいはいはい。もうそれは、はい、等式。式変形って、一足す一割だから。でも同じなんですね。うんうん、でも、その、実際に大学院とか入ってみて、うん、いろんなその、新しい研究に触れるわけなんですよ。うんうんで。いろんな研究に触れた時に感じてきたのが、いや、不等式偉いなっていう。なん、はい、で偉いかって思ったかっていうと、その、不等式って、人間のセンスが入るんですよね。おお面白い。はい。もっと欲しいです、もっと欲しいです、それは。 あの、等式は、うん、こんなこと言ったら多分ちょっと良くないですけど、まあセンス入らないんですよ。うん。言ったらですね、かなり大雑把に言ったら、センス入らないんですよ。誰がやってもイコール同じになるので。うん。ただ、不等式は、じゃどこ削りますかとか、どの見方で見ますかとか、っていうので、不等式はが変わってくるんですよね。レベル高いこと言ってるなだからね、あの不等式にその時謝りましたね、初めて。うん、あの、昔使ってた学部の頃の教科書とか引っ張り出して、一つ一つに、うん、 あの、ごめんねって言いましたけども。それ、はい、えっと、何歳の時ですか不等式にごめんねって言った年齢。年齢ですかだからまあ本当に大学院の1年生ぐらいで気づいて、はいはいはい。謝りまくりましたけどね、すべ、はい、てに。 あめっちゃ同じです。僕も、はい、えっと、大学院の1年生の時に、どこまでアッパーリミットを抑えていくかっていうのが、ちょっと腕の見せ所なんですね。理論物理学者。あそうですね。そういう感覚になりましたね。なったなった。だからまあ、それがですね、まあ、なかった。当たり前だけど、なかったんですよね。はい,はい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 。で、結構その、初めて学会とかに参加すると、その、不等式って、要するになんか、こことかがあったら、これ以下ってやりますけど、これを近づけていく作業あるじゃないですか。うん、その上、うんうん、アッパーリミットとアッパーリミットを。はいはい で、これについてめちゃくちゃ、その熱く語って当たってる、その物理の先生たちがいたわけですよ、今回で。もっと、あの、きつい評価ができるだろうとかっていう、うん、きつい評価ってなんだろうみたいな。いや、もう、もう、ううううなんていうか。ワクワクしてますけどね。ういうはい。僕は今話を聞きながら、どの研究の、どの不等式の話してんのかな <laughs> って、ちょっともうね、研究とか言ったら、まあ、自分の分野では特にすごく多かったですから、うんまあ、統計とかの分野で。うん、そうですね。もう不等式で攻めていく。 っていう分野なので、一個。なるほど、はいあ。そういう意味では、多分2年生なんで、はい、研究ってまだよく分からないから、ねはい、一応、あの、我々の専門分野の話をすると、はい、えっと、匠さん、呼びのりの匠さんの専門分野は、非平行統計力学の理論でいいで、ねはい。そうですね。で、はいいですね。流行ってます。うん。で、それ非平行っていうのはちょうどこの授業でやりましたよね。はい、熱力学。この授業で扱う熱力学っていうのは、基本的に平行状態について、 手のお話と、いいはい、もう一個は平行状態から平行状態に行く話。行、はい、ってる最中の話はちょっと置いといて、平行状態と平行状態の差の話。こういう話をしたんだけれど、はい、世の中はもっとぐちゃぐちゃしてて、非平行状態があるんだけど、この授業ではそこはまだやあの、扱わないことにしましょうね、うん。少しだけ扱いましたよね。カルノーサイクルを有限時間で回したら何が起こるかとか。はい、好きでしょ。好きで、まあ、先輩の。 研究ですね仮面ライダーの先輩の研究ですけど、だからもう本当にあの間近で聞いてましたけど、あれ、この授業でやったんですよ。すごい、そんな授業、普通はないんですよ。皆さん、あのないんです。あのだって、一昨年ぐらいの研究ですからね、3年、そうですね、2>, 2、3年前の研究ですから、はい、普通、授業では取り入れないんですけど。うん すごい変わった授業ね、受けたってこと。変わったじゃない、素晴らしい授業。素晴らしい授業。素晴らしい授業ね、皆避けたということで。あのほら、高校の授業は教科書があって、その教科書をちゃんと伝えるっていうミッションがしっかりあると思うんですけど。大学って型がないじゃないですか、そうですね、もう決まりがなくて、作る時ももうね、見本がないです。見本ないし、答えがない。だから、えっと、いつも最先端のことを取り入れながら、それを、あの教育の形に落とし込んでいきたいなと思って。 それでその熱力学っていうとなんとなく古臭い学問に聞こえるかもしれないなと思ったんで、うん、あの極力新しい最先端の研究の内容を学部の物,、はい、えと物理数学とかで説明できる範囲内を、はい、あのミニマムにまとめて伝えたいなと、はい 思ったその一つが、あの、いやーもう、自分もここ最近で一番好きな結果かもしれないですね。あ嬉しいな。はい、有限時間、カルノーサイクル、うん、はい。分かりやすいし。いや、本当にそうなんですよね。なんであんな研究できるんだろうっていう。<laughs> 有限時間で回して、カルノー効率はなくなってはいるんだけれど、<laughs> はいえー、クルゾン・アルボンの効率なんて、それでも高熱源と低熱源の温度だけで効率が決まるい、はい、いや本当に、もう、美しすぎん この授業でも、あの、そ、そこの部分だけ非平行状態を扱いました。ああ、すごい。いや、ほんと素晴らしい授業、ありがとうございます。あ、こちらこそ聞いてくれてありがとうございます。で、実はですね、こんな言い方したらあれなんですけど、僕は熱力学の専門家ではないんですよ。っていうのは、僕はどっちかっていうと、僕も理論物理学が専門なんですけど、物性理論っていう分野で、えっと、身の回り、身の回りじゃなくてもいいんですけど、この宇宙に存在する 物質、あるいは存在するであろう物質がどんな不思議な性質を持つのか、あるいはまだまだ見せたない性質を引き出したいとか、はい、まあそういうことを熱力学、あるいは量子力学、電磁力学、相対性理論、いろんなものをもう総合力で物質の性質を知ると。だから熱力学だけやるとか、はい、量子力学だけやるというよりも、物質の性質というかこの、ね、 そっちに主体があるって意味で、はい、実はあの同じ理論物理学者でもあの立場が違うんですよ。あ物理学者じゃないですけど、はい、単なる一ユーチューバーですけども。そんなことないです。あの、呼び乗りのに。やってたのは、はい、そういう感じですね。うん、統計物理っていう、その物性の物理の人が使う一つの武器ですね。はい、あ、そうですね。武器を基礎の分野を研究したっていうことです。うん、はい。はい、でもそれでも僕は物性物理屋の中でも熱力学大好き系ですけどね。 はい、いやもう本当それは分かりました、これまで話してきてドクター、博士課程取るまでは統計力学の専門家だったんですよ。はい、で、それでと、えっと、博士号を取って、えっとまあ、就職っていうか、あのポ,ポスドクっていう研究員になるんですけど、はい、その時にえっに、と、物性の方に行ったんですね。 でその時はなんかね、統計力学とか熱力学とお別れするのがすっごい寂しくて、はい、ああ、もうなんか統計力学できなくなるのかな、みたいになったんですけど、実はユーザーとして統計力学とか熱力学を見ると、またこれが面白いんですよ。えユーザーとしてみたら変わったんですかユーザーと変わりましたね。<ー>えっと、やっぱり使ってみて分かることとか、 あと、統計力学、熱力学から離れてみて、また愛が爆裂することってあって。<ー>あの、ほら、日本に住んでると日本の良さがわからなくてけど、外国に行くと日本ってすごいなとかいう。はい、はいはい、はい、ありますね。あるですか。考えたらなんか、やっぱ平和だったわとか。平和だったわとか。ううはい、あの、実家から出て一人暮らしして初めてお母さんの愛がわかり始めるみたいな。はい、そんな感じで、熱力学の気持ちがすごいで、はいうん、す。ええ。まあだから、まあ今はね、全然まだ学部2年生がメインだと思うので、感じないと思うんですけど、うん まあでも、その熱力学が、そのこんなになん楽しく見えること自体は、あの、レアケースだってことをね、うん。あの、だからこの勢いで、他の、例えば大学とか他の授業を取っている人たちに熱力学の魅力があったら、一応惹かれることの方が多いという、うん。<laughs> そうなんですかはい。でもね、やっぱここで草の根活動で、やっぱここであの、まあね、今100人ぐらい見てくれてますけど、100人の,の学生さんたちが熱力学好きになって、熱力学って良くないみたいな文化をまあ作っていきたんですね、本当は。まあ、宇宙の断熱防止の話とかって結構いろいろとね、 あ、授業でいろいろ話してるんですね、そういうなんかな。そうですね。はい、あの、宇宙の晴れ上がりってあるじゃないですか。はい、えっと、宇宙って138億年と言われてますけれど、はい、えっと、宇宙がその、バッと広がって、その、宇宙の晴れ上がりになるまで38万年三十、はい、38万年あってますよね。はい、最初の、はい。最初の38万年。ちょっと正確じゃないかもしれませんけど、はい、38万年ぐらいで、えっと、原子ができて、はい、それで光が電子に吸収されなくなったりして、はい その時の宇宙って、えー、っと、今の宇宙よりもと比べて何分の1だったんだろうかと。はい はい。いうのをアインシュタイン方程式とか言わずに熱力学だけから計算してみましょう<ー>っていうレポートを出したんですよ。すいいや好,き好きだろうないやそんな話を聞けたら好きになりましたよ、きっと。あ、そうですか。はい。あの、っていうのは僕自身が、あの、高校では熱力学の応用っていうのがピストンの中の、はい、えっと、理想気体だけだった、はい。で、大学で熱力学を学んだときに、理想気体が実在気体になったり、自生体になったりして、ですね、はい。 なんか広がりは広がってはいるんだけれど、機体が固体になったり、機体が争点を起こすぐらいだなぐらいの印象、それだけでもすごいんですけれど、はい、だったんですね。だけど、もっともっと熱力学ってすごいじゃないですか。はい、もっとすごいですね。うん、最近では、僕も匠さんの方が専門家ですけど、ほらあの、情報熱力学っていう大きな広がりもあって、ますますその適用範囲が広がって。うん ブラックホールに対するその表現もその熱力学との関係が深くなって,て、はい、やられてますね、いろいろと。えー、はい、そうですね。で、この熱力学っていうのがその物理学全部に現れてくるちょっと変わったあの学問なんだっての伝えたくて、例題をたくさん出したんですよ。あ、すごい。だからもうこんなに、ね、コメントも。さっきなんかですね、うん、いやわかんないですよ、自分何の話したか。なんかね、うん、バキって見たんですよ。バキ <laughs> バキの話バキってあの、ね、人気少年漫画ですよ、格闘技の。な、どういう話をバキでしたの炭酸抜きコーラかなとかいろいろ思ったんですけど。<laughs> 一番初めの時に。<laughs> 一番初め。あの、うん、バキはですね、あの、なんで授業で扱ったかっていうと、はい、その、石炭がありますね。石炭を、 いやそれありましたねそんなのね。あったじゃないですか。なるほどでそこに、まあ、そういう話はよく見るんだけど、はい、そこにあのバキはすごいのは何、はいえっと、気圧っていうのが数字が明記されてるんですよ。あだから何万気圧です、ね、えそうれが、えっと、バキがとりあえず勢いで書いてるのかそれともこれは科学的に正しいのか、はい、っていうのをやっぱり科学者であれば。はい 見積もっっててみようよっていうういことでああのグラファイトのギブスのフリーエネルギーと、はい、ダイヤモンドのギブスのフリーエネルギーの1気圧室温の値を与えといて、はい、でそれで圧力かけていったらあのもちろんあの圧力に対してリニアなんで、はいはい、どっかであのクロスするじゃないですか値が、はい、そのクロスする点の圧力を求めれば、はい、その何気圧でダイヤモンドに変わるかは計算できるわけです。 授業をやったときに、やっぱキムスのフリーエネルギーとか、ヘルムホルツのフリーエネルギーって名前はかっこいいんだけれど、どこで使えるのってわかんない。からバキで使おうと思って、漫画を読むときに使うんだよ。バキで使おう。すごいな。漫画を読むときに使うんだよっていうので、計算してもらったら、計算結果は、バキに書いてる通りだったんですよ。かっこよかっこいいっすよマジですかええ。うん。バキ、すごいな、バキ。本当本当。すごいな。ちゃんとじゃあ調べた。 調べてるんですよね。はい、でも、ここの、この授業を受けてくださった皆さんは、ちゃんと熱力学的なフリーエナジーの計算をして、ちゃんと確かめました。まあね、あの調べた情報じゃなくて、計算したいう、ね、計算したそうそう経験が大事ですからね。あのー、どっかに書いてあった情報を受け入れたわけではなくて、自分で確認したっていう、はい。すごい。しかもそれが、だからまあ、実際に現実と合ってるんでしょうね。 その熱力学でやったやつがかなり。もう、まあ、合ってるんでしょうね。だって、はい、あの、ダイヤモンドがどこでできてますかっていうと、地下のすごい高圧なところでできてな、ねはい地球内部で。はい、いや、すごい。そんな、なるほどね。バキなんだろうと思ったんですよね。<laughs> いや、どっぽのあの、三鎮立ちが本当に電車の中に倒れない立ち方なのかとかかなと思いましたけど、<laughs> 違うんです、ね、それ熱力学じゃない別の授業でやりますから。<laughs> あの、結構僕、いろんな授業で、その、アニメって使うんですよ。はい、えっと、例えば、 映画であった、アニメ映画の君の名はっていうような、はい、あの、まあ、あの、アニメがあったら、じゃあそれを、あえて、えっと、漁師力学の立場から説明したら面白いんじゃないかとか、ちょ,ちょっと、あの、はい、ちょっと若干ふざけてはいるんですけれど、それによって何かこう、物の見方が変わったりするっていうのは面白いなと思って、うんはい、それは、まあ、お遊びですよ。お遊びとしてやってます。こんな授業 ああやっぱねすごいですね興味を見せかけていたのですが熱力学は宇宙の基本法則だと聞いて興味は逆転しましたっていうすごい,い<ー>宇宙の話とかも本当に楽しいですからね僕やっぱあれですよね学部で物理学を学んでる時にほら時間がん時間って力,、うん、力学とか、はい 量子力学もそうでですすけけれど、うん、T ってて書いいるだけじゃなかパラメーターとして t があるだけで,そうです、ね、時間ってものが何なのかとか何、はい、で、えっと、過去のことは思い出せるのに、まあ、変な言い方ですけど、はい、ちょっと科学っぽく科学者っぽくない言い方しますけど、はいえっと、過去のことは思い出せるのに未来のことは思い出せないとか、はい、なんとなく子供の頃からあの過去には戻れないし未来に行くことしか,しかも未来に行くことしかできないみたいな時間って不思議だったんだけど大学生になって 物理学勉強してもまだ時間の方向に関して答えてくれないんですよねはい全然押してくれないですからねその時に、まあ、一つの時間のものの見方としてエントロピーが増大する方向に世の中は進んでるんだって、はい、不等式ですよねそうですねはいあそこで一気に熱力学の魅力が膨らんでいやそうですね、うん、熱力学は唯一方向性を含んだやつですからね、うん、本当にリップづり理論の中でうん、うん そ,うそこはやっぱ自分が感動したところは授業でも伝えたいなと思って伝えたんですよ皆さんからもなんか、ね、熱力学に関してこうしいです、ね、質問とかねかか情報熱力学ハテナって書いてありますねあぜひぜひ情報熱力学って多分皆さんほらいやもう知らないですからこれも知ったらもう学部4年生ぐらいですからほんにですよ、ね、決めるタイミングですから、はい、あだけど皆さんあれ知ってるんですかマクスウェルの悪魔マクスウェルの悪魔もう大人気ですねもう大人気ああマクスウェルの悪魔って ご存知ですか皆さん。言う前からコメントきましたね。マクセルの悪魔。統計力学の方の3年生の授業ではマクセルの悪魔の話をしたんですよ。はい、でも 2, 2年生にはしてないと思うんですよね。知らないですって言ってるんで、はい、情報熱力学とは無茶ぶりですかも,しかもしれないけど、全然全然情報熱力学とは何かをファボゼロのボケにならないように説明してください。<laughs> <laughs> <laughs> ボケない方かいいのかは、じゃあ。あ、ボケてください。ボケてください。<laughs> いやあのー、情報熱力学、まあざっくり言うと、うん、う熱力学って今回ね、その皆さんが習ったように、うん、すごくまあ完成された一つの爆問体験なわけなんですよ。はいはい、でも、そこに情報理論の言葉ってなかったと思うんですね、情報理論の言葉って何かっていうと、うん、そのいわゆる情報量とかあるんですけど、ああいうのは入ってなかったはずなんですよ、そ情報っていう言葉がまず難しいと思うんですよね、すよね情報とは何か。 はい。っていうと、ど,はい、どうお答えになりますかまあ、情報とは何か、これもめちゃくちゃ難しい話ですけども、うん、一つ表現するとしたら、あの、相関関係はわかりますね。相関関係。何々大きければ何々も大きい傾向にあるっていう。はいはい、はい、でそしたら、なんかその一つの値を見たときに大きかったら他方も大きい可能性は高いわけなんですよ。はははまあそういうのは、いわゆる情報を知っている状態ですよね、うんはい。そういうのを定量づけるものがあるわけなんですよ。うん、本当にだから相関とすごく近い概念ですけども、なるほど情報量っていうのがあって、 そういうのを、じゃあ、どうやって熱力薬に入れようかと。うん、えむしろ、その、それを入れることによって説明できる新しいことってあるかな。っていうのが、まあ、情報熱力薬だと思います。なるほど。的には。はい。だから、まあ、それのマクセル悪魔、マクセル悪魔っていうのが、一つ、まあ、有名な、昔からある熱力薬と矛盾するんじゃないかと言われてる、思考実験ですね。うんはい、はい。はい、はい。あの、マクセル悪魔の話に、じゃあ、ちょっとだけしと、お願いします。はい、すごい。あの、まあ、こうやって、箱があります。で、真ん中に、まあ、仕切りがあるんですけど、小さい壁があるんですよね。あの、開閉ができる。うん まあ、すごく自由に。これなんかめちゃくちゃ軽くてですね、あの、仕事ゼロで改変ができると思ってください。だ、うん、から、かかそれは、あの、頭の中だけじゃなくて、<事>実際に実験で仕事ゼロで,はで、あの、ドアを閉めて開けたりはできるんですかはい。まあ、本当に質量が小さいような壁みたいな想像すればわかると思うんですけど、うん、別にあの、抵抗するものなければ力ゼロなので、うんはい、まあ、そういうものが、まあ、仮想的にもあるとしましょう。うん、で、実際の実験系でも、それは、まあ、限りなくゼロに近づけるとできると思います。かなり。 で、その中にまあ粒子を入れておくんですけども、そのもちろん、機体の粒子みんな同じ方向で同じ速度同じ速さで動いてるわけじゃなくて、中には速いやつ、遅いやつがいるわけなんですね。うん。で、普通はそれが、まあ壁、壁、えー、壁を開いとけば、均等になってるでしょうと。はいはいはい。これ熱兵工熱力学のが、えー、熱力のまあ第二法則で、うん、こっから、その、温度が、一方が高い、一方が温度が低いみたいな、一方の粒子は速いけども、一方の粒子が遅いみたいな、箱の左右でそれを分けることができますかと。 あできないんですよね。それはね、第二法則で禁じられてます、うん。ですよね。はい。うん、その、バラバラな状態から何かそういう、まあ、偏った状態は作れない。うん、これに追い第二法則の一つの緩い表現のやつですね。はい,はい、はい。で、まあそういうの中に、いやこれ普通不可能だけでも。はい。じゃあ粒子の速度がみんな観測できる、うん、まあ仮想的な悪魔というやつがいるとしましょう。はいで。そいつがもしいるとしたら。なんで悪魔って言ったんですかね天使って言えばよかったのに。 なんか物理学ってよく、その、今までの法則に反するような存在悪魔って言いますよね。確かにね。はい。確かに言いますね。あるあるなんです。物理あるある。基本的に物理学者ってネーミングあんまり上手じゃないんですよね。本当にそうだと思いますけど。はい。でもまあ、デーモンは好きなもんデーンは僕も好きなはい。可愛いんでね。はい。だからまあ、そういうものがいたとしましょうと。はい。仮想的にもね。で、あの、そしたら、早いやつが来た時だけ、壁こっち側に開けるとか。はいはい見てるんですねはい。遅いやつが来たら閉めちゃうってやれば、普通に作れるわけですよ。はい。はい。はい。 で、こういう存在がいたら、熱力学破綻するじゃないか。うん。これは星然悪魔と言われる思考実験ですね。うん、例えば、今のもっと簡単な件にすると、赤い玉と白い玉がうわーって飛び回ってますと、はいで。赤い玉が来た時、最初は赤と白がぐじゃぐじゃに混ざってるんだけど、はい、赤い玉が来た時だけはこっちに通して、はい、白い玉が来た時だけこっちに通すっていうのを、赤と白を見分ける、はい、悪魔がいる。と思ってるわけですね。はい、そうです。で、気づいたら、こっちだけ赤が入ってて、はい、こっちだけは白が入ってるっていうような仕分け野郎がいると。はいはい そうすると、まあ、外から、まあ、仕事とかってエネルギーの出入りがなくて、うん、そういう、またなんか、え偏った状態作れてしまうと。はい。これは、熱力学第二法則と矛盾しますね。というのが、まあ、末ルの悪魔という、ね、まあ、そういう状態が、状況があって。うん、で、まあ、これ、長らく謎だったわけなんですよ。うん。そんな仮想的な存在考えても意味ないんだろうってよく言われるんですけど、うん、いや、実験系でそれに近いものを作れちゃうわけですね。うん、うん、はい。だから、まあ、そういうのがあったらどうすると考えるのは有用なわけです。うん。はい。 で、で、実際、じゃあそれがどうやって解決されたかっていうと、しっかり解決されたのが、さっきちょっと出てきた情報熱力学っていう概念で、うん、で、今の問題の解決点をですね、情報熱力学的に。その解決することが、はい、すみませんね、話を。止め解決することがどれぐらいすごいかっていうと、この授業でもやりましたけど、もしも第二法則が破綻したら、はい、永久期間ができるわけですよ。あ、そういうことですね。ね第二本当に永久、ねあ、マクセルの悪魔がいるとすれば、悪魔にお願い、うん、悪魔に魂売れば、はい、その、 永久期間ができて、働かざる者じゃなくて、働かなくても仕事を得られるから、すごいことです、ねはいはい。はい。温度差を作って、鳴らして、温度差を作って、鳴らして、その間にね、仕事してくれますから、もう永久期間なんですけども。ね、そ,れそれに対して、物理学者は最近。はい。まあ、100年越しぐらいですかね。うん、はい。で、情報熱事業っいうのが出てきて、まあ、2010年ぐらいですかね。それぐらいに出てきて、まあ、きれいにかん解決したわけなんですけど、うん、ポイントは何かっていうと、その、 これ一番の大きなポイントは、うん、悪魔と言われてるものも、本当に実装しようと思ったら物理的何か実体なわけですよ。悪魔はいたんですね。悪魔は別にいてもいいんですよ。いてもいいんですよ。で、その悪魔に関しても実はちゃんと熱力薬を考えなきゃいけなかったんですよ。 悪魔を物理的実態として、物理、まあ、形ですよね。形として取り扱う必要があったと。名前は悪魔と付けたけれど。物理系だったと。はい。はい。すごく大雑把な話をすると、例えば何か粒子の速度を知る。情報を蓄えておく。それに関して。うん。に、エネルギーが必要だったりするわけなんですよ。装置って言った方がわかりやすいですかね。何かものが入ってる。はい。何か、だから実験するときに調べる資料があって、そこに繋いでる何かその観測の機械とかですね。これがいわゆるデーモンなわけです。 はい、うん。それはもうマクロな系として考えていいですね。そうです。マクロな系で考えていいです。はい、はい。で、まあその時に、あ、なるほど、デーモン、その悪魔の方も熱力薬を考えなきゃいけないんだ。情報を保存するときとか、うん、使うときとかに、要するに熱の出入りがあるんですよ、実は。そこには。うん、で、それものか、それも考えて、要するに熱力薬って、これと装置、その資料とデーモンの方、セットで本音はやんなきゃいけないんですよ。はいはいはい,、はい、はい。そうすると、第二法則が破れてませんと。要するに、こっち側でエントロピーが、 え、減っていた。うん。としても、デーモン側で上がってるんです。つまり、えっと、全形ですね。全えっと、部分形だけ考えてたらエントロピーは下がっていいんだけど、ちゃんと、えっと、悪魔くんのことまで入れた、えっと、全形。ま、そこは孤立形と思っていいですか全形って言ってる。全形で、はい。孤立形、えっと、熱欲は外にあっていいです。あ、熱欲は外にあっていいです。はい。そういう。熱欲の中にある、ちょっと難しいですけど、熱欲の中にある、系とデーモン。あ、そういう状況ですね。はいはい。 ね、っていうのがありまして、はい、それをうまく、その熱力薬の言葉にしようと思った時に、情報っていう概念が出てくるんですね。もう<ー>。これが情報熱力薬だと思います。はい、だから、その、よく、デーモンってじゃあ結局いるんですかいないんですかって聞かれます。はい。ここが一番勘違いしやすいんですけど、別に、デーモンみたいなことをしてくれる存在はいるんですよ。うん。ただ、デーモンは全く、その、熱の出入りとか仕事とか考えなかったわけなんですね。うん,うん。その仮想的な。 あの思考実験の方では。はい。ただ実際はそれも含めて考えなきゃいけないので、デーモンみたいなことはできるけども、デーモンにも物理的な、そういう、まあ、えー、制限がかかります。うんで、セットを見たときには、熱力学は破綻してません。熱力学ってやっぱすげえっていう話です。え、今言ったそう面し、面白いなと思ったのは、はい、えっと、制限がかかるってのは、記憶容量みたいなものなんですかまあ、記憶容量というよりかは、記憶するときに、ちゃんとそれに、あの、準ずる、まあ、エネルギーが必要だったりするんですね。ああ、なるほど。はい。なるほど、なるほど。 はい。はい。ちょっとコメント見てみましょうか。すごい情報熱意気薬。やっぱ食いつきがいいですね。すごい、もう上から下まで情報熱意気薬。アンパンチって言われてますよ。アンパンチ言われてます視聴者の人が。842キロカロリーのアンパンチって言われてる。<laughs> すああ、物理、デーモンを物理的実態を聞かえなきゃいけない感じですかその通りですね。うん、すごい。熱が発生しない情報の記憶媒体ないってことですかえーまあ、これがね、すごい結構まあ、 センシティブな話ですけども、うん、ま情報を蓄えて利用しようと思ったら必ずそういうことが起きますという話ですね。うん、はい。で、あの、えー、悪魔はエネルギーなどが変化するってこと。まあ、そう考えていいと思います。うん、はい。そういう風に。で、あとは、えー、っと、なんかさっき、えー、じゃあ地球の外に,外にデーモンがいたら地球の間は無限機関作れってことですかこれですね、あの、よく近い質問を来てすごく鋭いなと思うんですけど、うん、実はデーモンなんて考えなくてもそんなことはできるんですよね。うん。その、 よくエントロピーは増大するっていうフレーズってすごくキャッチーなので。それだけが切り取られて使われるっていうのがありますね。エントロピーは何でももうじゃあ増大するんだ。うんはい、だから俺の部屋汚いんだっていうまあ定番のやつがありますけども。<laughs> あ,るあ,るあのですね、部屋で、あの、第二法則、エントロピー増大則成り立ってないはずなんですよ。うん、それは、あの、部屋別に断面付けじゃないでしょうっていうのありますけども。<laughs> あの、エントロピー増大って、 正確に言ったら、その断熱系っていう熱の出入りがないところで、起こる過程では必ずエントロピーがまあ増大する。これ正しい使い方で、あの別に熱の出入りがあったらエントロピーで下げれるんですよ。はい。それ大事で、だから何か他のものをく,くっつけて、めちゃくちゃ注目してる人のエントロピーを下げることはできます。うん。ただ、代わりにくっついてるこっちのやつがエントロピーめちゃくちゃ上がるんですよね。だからあの別に K のエントロピーを減らせないわけじゃないです。はい。 はい、別にそれはデーモンを使わなくても一緒ってことです。うん、確かにそれはそうですよね、はいはい。だからデーモンを使った時にも、はい、デーモンがめちゃくちゃエントロピー上がってるんですよ。なので、あのーまあ、永久期間をどういうふうに定義するかですけども、うん、別にまあそのエントロピー下げることは別にデーモンに限らずできるという話が一個重要という、うん、はいそう、エントロピーがね、はい。ただ、直接のそういう熱の出入りがなくても、K のエントロピーを減らすっていうのはデーモンの特徴かもしれない。うん。 トーン圧縮とかとは違いますもんね。何かそういう、はい、何かくっついてるわけじゃなくて、ただ観測するとか、少し離れた位置からやってることなので、えー、ちょっとそういうくっついてるやつとは違いますけど。めっちゃ理解してくれてますよ。やっぱ説明が、やっぱ、上手すぎるな。来年から僕の熱力学の授業全部匠さんがやって、最後一回だけ僕がゲストで出るっていう方が、学生さん喜びするんです。する嬉しい。 すごい、こんなに活発にやざいります。ってことは、断熱材で囲んだら、囲んだ部屋なら散らかってもいい、いいです。家だから、そういうことですよね。まあ、そういう、断熱で囲ってたら、全然問題ないし、むしろそれが、物理釣り法則ですから。じゃあ、の、今日から家を、例えば、新聞紙で、はい。断熱にして、はい。外から、仕事とかあってもエントリー素材あるので、断熱先してくれば、増大していくはずです。外からお母さんが入ってきたら、もう終わりですね、じゃあ。外から熱が入ってきちゃったら、おしまいですねはい。 たくみさんは熱力薬オタクだと言っていましたが、うん、熱力薬の定式化で熱をはじめから認めてクラウジースの不等式からエントロピーを導入する方法と、操作的な量に注目して U と F から S を定義する方法。何の教科書のこと言ってたんですかそもそもエントロピーを超っておく方法などあると思うんですが、たくみさんはどの方法が一番お気に入りですかっていう。まあ、好みとかは。うん 全部、全部好きです。うん、あの、この <laughs> あ、これ物理学の重要なことは、これが正しいっていうのを決めつけることではなくて、様々な角度から見ても同じ結論に行くときに、その法則であったり、原理であったりするものの信頼性っていうのが上がるんですよ。だから立場によって、 好みで、この喋り方の方が俺は納得しやすいとか、別の喋り方の方が納得しやすいというのは絶対どの学問でも、これは物理学、科学じゃなくてもあると思うんですよ。はい、だからたくさんの方が、えっ、ー、と、ある一つのことを違った角度から喋ってる時ほど、それぞれの角度がどういう立場で喋ってるのか。でも、言いたい最後のところはやっぱ同じだよなっていうのが腑に落ちれば、あとは自分の言葉で喋ればいい。そうですね。 あの熱力薬が一番綺麗に見えるのはあ、今の質問だと最後の話ですね。あの、エントロピーをコールとして認めるやつはまあ好きです。うん,う,んう,んうん。そんなんでうまくいくんだっていう。あの、清水先生っていう方の熱力薬、はい。清水明先生ですね。えー、基礎を読んだ時に、うん、まあ感動しましたね。うん。エントロピーは最初からわけわかんなくていいんだっていう。うん。とりあえずあの、もう神的な視点で出てきてて、はい,はいはい。徐々に何かわかってくるみたいな構成になってるので、うん、その本はね。 うんあ。それはまあ好きですけど。あの、この授業は、っえっと、逆の立場を取って、はい、えっと、えっと、逆の立場ってまあ初めて学ぶっていうことで、まあ、いろんな、えっと、自然現象か,から法則化していくっていう立場を取って、はい、最後にまとめたっていう形をしたんですね。はい、ぜひ、その逆に、あの、 あの原理があって、そこからあの派生的に出てくるっていうやり方の授業も、教科書もいっぱいあると思うんで、ぜひ皆さんそちらの立場の教科書でも勉強してください。あの,ね、あの、一週それで勉強して、うん、まあ、次に氷的なやつで勉強すると、うん、まあ、どちらからスタートしてもいいと思うんですけどね。はい、あの氷が好きな人もいると思うしれないな。まあ、もう本当、数学科科の人とか,、うん、とか好きですよね。<laughs> なかなかハードですけどね、それ。あの もう分かりやすいのが電磁気学だと思うんですよ。<ー>電磁気学って、はい、その、例えば空論の法則を実験法則として、その、認めてガウスの法則が、とに書き直すとか、はい、えっと、ポイントとなる実験から法則を見出すっていう教え方をするのもあ,ありますし、はい、そうじゃなくて、いやもうこの世の中はマクセル方程式で出来上がってるんだ。うんこの 方程式から説明される現象を電磁気現象と言うんだっていう言い方はもうどちらも正しいと思うんで、はい、あの、両方の立場で見れるっていうのは重要だと思うんで、はい、あまりね、こっちの方が偉いんだ、こっちの方が偉いんだって言うといいことないですよ。意味、まあはい、はあんまりないかもしれない,、ねはい。うん、あまり、うん、そうそう。はい、自分の好きな方で。うん。まあそんな感じで。うん、はい。あんまり言うと、あの、こっちより、こっちよりの人に怒られるかもしれませんけど、<laughs> まあ、<laughs> それはもう本当好きな人がいるんだから。はい。 か熱力薬。普通に、いわゆる物理学科の学生がよくやるような熱力薬の授業が終わったわけなんですよね。はい、そうです。うん、あの、実は個人的に熱力薬が好きになった最初のきっかけって、物理学科向けの熱力薬じゃないんですよ。へ<ー>科学科の人が習う熱力薬、うんまあ。いわゆる物理科学とか、科学熱力薬って言われる本を自分で読んでみて、はい。これはおもろいなって思いました。うん。はい。だから、そのきっかけもぜひ、その、持ってほしいんですけど、 科学熱力学ってめちゃくちゃ面白いんですよ。めちゃくちゃ面白い。あれ、その物理学科の熱力学は確かに綺麗でよくできてるんですけど、うん、正直何に使うかとかっていう応用例がそんなにないんです、ねうん、正直す。化学は全てが熱力学みたいなところ、はい、まあ全て言い過ぎですけれど、多くが熱力学。もう,もうパッと言っちゃうと、はいえー、高校科学で習う理論科学はほぼ熱力学なんですよね。うん あと薬もそうですけどね、まあ、化学近いですけれど、はい、製薬とかの世界もそうですよねはいもうね、うん、いや本当にまじまじとその実際に使われている例が見えるし、うん、その高校との答え合わせっていうんですかそういうのタイミングすごく楽しいですけどああなるほどね,ですねこれ多分聞いたらわくわくすると思うんですけどあの化学平衡って高校化学でやりますはい、はい、質量作用の法則っていう謎のなんか化学平衡の式があるときに、うん、その両辺の、えー、物質の濃度の比を取ったものがなぜか一定っていうありますけど、うんうん あれ熱科学で導けるんですよね、普通に。うん、っていう、なんかそういえば高化、高校科学でよく分からんけど成り立ってたやつらの大<ー>体出てきますかね。電池の話も、はい、電池そうですよね。科、はい、学熱力薬で扱えるし、えー、っと、あとは、えー、なんだなんだ、反応速度論ももちろんそうですけども、まあ、そういうなんか高校科学でやる、本当に大半のことが、科、まあ、学、大学に入った時の、科学のほうの熱力薬で扱うという事実。 がめちちゃゃく面白いいなとは思ます確かに僕もこの授業では強調したんですけれど高校の化学でよく出てくるっと言標準状態においてって言ってるひ一言でもうギブスのフリーエナジーがワクワクして待ってる状態じゃないですか一つ固定されてるんだなっていうねだからそう高校科学の熱科学でやるようなものだけが その大学に入ったからの熱化学じゃないっていう想像以上に熱化学の世界が広いという話ですね。向かってほしいのは確かに。それがすごく楽しい。それ楽しい。はい、僕も化学好きなんですよ。はい、あの物質う。 科学やってる、多物性やってるんで、はい、その、ただやっぱいつも怖いのは、出来上がった物質の性質をやるタイプで、はい、化学反応はやっぱりなかなか手を出せなかったんですね。化学反応。は,はい。まあ物理の言葉で言うと、もうめちゃめちゃ非平衡状態だから、なかなか使えなかったんですけれど、はい、やっぱそこにたくさんのまだ未知の、ね、はい、あの物理学、化学あるんで。あるんですね。うん、化学反応って、 高校物理で絶対に起きないんですよ。うん、理由は高校物理のその熱力薬って粒子数基本保存なんで。はい,はいはいはい。N 固定だから、あの、よくボイルの法則もシャルルの法則も、なんか t 一定で p v 一定って言ってますけど、うん、N 変わったらいないとたないわけですね。うん、当たり前だけど。化学反応って粒子数変わるので当たり前。うん、だからそれで、実はそこにもめちゃくちゃ深いやつがある。ある。はい。あの、僕の物性の立場から言うと、よく、はい、あの化学反応、まあ、教科書に出てくるような化学反応でもいいんですけれど、そうでない化学反応って、えっと、 反応前と反応後は分かってるんです、ねはい、それを分かんなくても矢印で書けるんですよ。これとこれ混ぜると矢印。はい。でもこの矢印の中にもうものすごいドラマがあるんですよね。はい、よくそれ言いますね。ね予備校で科学を教えてたんですけど。うん、矢印書くときやっぱそれが浮かぶんで。うん、自分だけあの矢印書くの遅いんですよ。<laughs> そこ純正的にやる必要ないから、ね。<ー>純正的に。んな簡単な棒で結べる話じゃないって言って完全に書くんですよ。<laughs> そう。素が CO2 に、水素が HO、SO、になる。 なるけどねって思いながら書いてますから。そ,れかそう、矢印書くの。可逆反応だから、あえてゆっくり純正的に矢印書いたとかじゃないじゃないです、じゃないです。もう自分の思いで勝手にあのやって、はい、矢印一個書け終わったら授業終わってるみたいな。<laughs> よくありましたね、そういうのが。変な人だよ。反応過程っていうのはね、すごく大事で、本当は。うん、そう。で、そこに今、熱力学が絡んでる。うん。本来は。 いろんな反応の中の矢印の中に研究テーマがいっぱいあります分かってないことがまだまだ化学反応たくさんありますからね化学反応今ここに書いてくれてますけどそののもなうそうそう矢印イコールじゃないですからね最終的な物質の量とかはもちろん決まってるわけなんですけどまあ熱力学的な視点スタートゴールだけ見る途中で何起きてますかこれはもう一個一個の研究テーマですからそんなの統一的なものはまだまだ全然ないという話ですねそう確かにそうはい そう科学側から見るの面白いですよね、これ結構あの、うん、物理学科の学生にこそ言いたいんですね、そうそうそう、科学って物理学科の人、嫌いなんですね、うん。えっとね、ベンゼン環見ると嫌いっていうのが物理学科で、ベンゼン環見るとわくわくするっていうのが化学学科っていう。いいい学部生の頃は自分にも言ってあげたいんですよ。はい、結構あの、正直、科学なめてたんですよね。 科学舐めてる。なんか舐めてることが多すぎません私は。<laughs> もうちょっと <laughs> 尖ってる。<laughs> あの、なんか。さっきからいろんなこと舐めてる。<や>イコールは舐めてるし。生物も舐めてましたから。生物も舐めて、はい、過激派ですから、ね。物理帝国主義だったんですそうですね。本当に良くないですけど。うん、でもそういうふうな思想になりやすいと思うんですよ。うん、なるほど。やってたら。うん。 ただから結局、大学に入っていろいろまあ好きなんで勉強してみると、いや科学面白いな、生物面白いな、あれなんか全部面白いし、うん、一個一個これちゃんとやらなきゃダメじゃんって分かってたんですね。うん。もともとなんか物理やれば全部おしまいと思ってた。<laughs> 確かにね。 あのー、僕も思ってました、えっと、物理学っていうのが法則を決めててそれ以外は物理法則のもと出てくるもので人間が勝手に分けてるだけのことだからっていうふうに思ってましたでも世の中そんなに甘くなくて階層主義って階層,階層ってものがあって、はい、あそんな簡単に物理学だけですべてが説明できるわけないんですね、えっと 誤解があるかもしれないけど、言い過ぎかもしれないけど、僕自身が今まで経験してきた物理学のあらゆる法則の中で、うん、生命が誕生する匂いを感じたことは一度もないんですよ。ああ、もう、そうだと思います。そんな感じたらもう大発見。大発見。どこから出てくるんだろうってい見たことないですよ、あのー。自分が一番い,いや、非平行統計はそれ,それに向かっていってるのかなと。 思ったりするんですかいやもう一番近いと思ってやってました。自分は、もともと、その、生命とは何かが知りたくて、うん、まあ大学院、そういう平行を決められたんですけど、はいはい、結局、まあ、何もわからずですけど、うん、まあ、一番近いところにはいるけど、そこにいた人間からすると、もうん、そんなまだまだですね、という。まだまだですね。全然わからないですね。じゃあ、ね、生命現象を扱ったりしてる人に対して、若い頃にも、僕もそうですけれど、はい、物理帝国主義って、 的だった頃からを今思いい返しててみると本当ごめんなさいって感じです、ねはいはい、だからその、その思想を、うん、その、なくすためのスパイ活動を YouTube でやってるんです <laughs> スパイ活動何の授業でもたまに生物の話しますし、えー、その熱力学のダイレクトのバービーとしますし、しねはい、結構だからすり込んでる最中なんです。多分ね、このね、活動があの、身を結ぶのは4年後とかなんですけど、4年後になぜかみんなあの、 そういう生物楽しいねって言ってる物理学科の学生ばっかりだと思います。見ててください。やっぱ物理学やってるといろんな分野に行けるって良さもあると思うんですよ、す、はい、逆の言い方をするとね、はい、えっとぶあの物理学っていう立場っていうのを持っておいて で、それで、えっと、その立場から化学っていうところの人とディ,あのディスカッションしたり、生物の人とディスカッションしたり、はい、数学の人とディスカッションしたり、うん、哲学者と話したりとか、いうのが、いろんな角度を持てるっていうのが、物理学の一つ、ちょっと魅力的なところでもあります。うん、もちろんよ、はいよよ、よその、よその、よそのって自分が物理だから、よそのって言いましたけど、はい、あらゆる学問がそれをできると思うんですけれど。はい。うん。そう。だからひ、広、広がりを持ってきます、ね。い。まあ、物理学科に行ったから、物理だけ勉強。 物理しか勉強しなきゃいけないわけじゃないというのは、まあ、いつも訴えたい。逆の言い方すると、僕、物理学者ですって、まあ、僕、物理学者ですって言うと、僕は、物理学以外のことは、僕は知らなくてもいいんですって言ってるようになったら、もったいないからね。もったいないですね。もったいないから。世間の人が想像する物理学者ともちょっと離れてますからね。そんな、なんか、もうちょっといろいろ知っててほしい。そうですね。うん。ガリレオとかなんてね、何でも知ってますからね。何でもかどうか。ドラマでドラマ。ドラマのガリレオね。これ、これ、これです。ねねもう 全然物理じゃないじゃないかと思うこともちゃんとやりますから、はい、あれがやっぱ世間のイメージで、まあ。少しでもそうあってほしいし、一般の人でも全然そうだと思うんですけど、やっぱまあ研究すればそういうこと、それほど謙虚になっていく姿勢はある程度仕方ないので。うん、いやいや、もう科学なんて全然わかんないです。うんうん、言っちゃうんですけど。もったいないなって、そんななんか言わなきゃいけないから、寂しいなと思います、ねうん。確かにね。はい、だから、ぜひ、あと、その、なんだろう。化学だから、なんとかだからっていう、カテゴリーするのは勉強するときだけで、何か。 いろんな自然現象を知ろうとか自然界を知ろうと思った時には人間が作ったカテゴリーのことあまり気にせずに勉強していってほしいですね。はいますねまあ、現象はもう現象ですからね。うん、はい、そうですね。だから自分は結構だから物理という面からじゃなくて他のとこから見た、えーうん、ところで熱力学が好きになったお話ですね。うんうん、はい。珍しいですよね。あの理論物理僕も理論物理ですけれど、はい、理論物理目指してやってる中でそうやってその、はい えっと、現象論。うん、しかも、それが、あの、いわゆる物理物理したというよりも、はい、別の分野の現象に、えっと、物理学のアプローチでやるっていう研究者って少ないですもんね。うん、はい。まあね、こんなに今、かっこつけて言ってますけど、自分も学部1年生の頃とか、なんかもう、あの、うん、物理帝国主義よりひどいですよ。何、んですか数学。物理軍国主義。数学主義ですよ。うん、数学。数学主義で、うん、あの物理で近実使うもんなら教科書投げる。 ああ、もう一番出来の悪い学生だな、それ。一番やってしまうんですけども。ちなみに僕もそうでしたけど。え、何これ禁止え、嫌だな。え、絶対嫌だぜって言って、あの、教科書投げてるんですけど。計算できない、計算できないから禁止したんだろうって。はい、なん思ってたんですよね。勘違いにやれよ。なんだよ、その、って思ってたんですけど。逆。いや、まあ、今はもちろんちゃんと分かってますよ。その、そもそも人間の観測技術に限界があるので、精度に。そんな完璧な数学の理論作って、 完璧な予想ってのはもう無理なわけですよ。うん、人間がもちろんそれにチャレンジすることは重要ですけどね。チャレンジするっていうのは、一個の数理物理的な研究で、うん、その方程式自体が持っているものとかの面白さを探るのは全然構わないです。はい,はい。から、その、じゃあ、まあ普通に運動方程式をね、あの、習いますけども、力学で。運動方程式を、じゃあ、もう完璧に解きましょうと。何の禁止もなしで。はい。それって、その、数学のパズル的なものとしては面白く重要かもしれません。はい。 じゃあ何かでも物理的に意味ありますかというと、いや、そもそも運動方程式も禁じたけどといやー、きょは口が悪いですね。えっとね、呼び塗りの匠じゃなくて、悪塗りの匠になってる、いや、本当、だからもう、自分はむしろ、そっちの悪いね、ポジションの人間だったので、いやいや、何に力学で禁じしてんの、出せ、みたいな、振り子の、振り子、出せよ、周期式で、みたいな話だったので、なるほど、サインはシータじゃねえだろうって、そうそうそう思ってたんで、よくないなと思うんですけど、でもあれは本当に自分たちが観測する範囲で、 というような結果を得るという物理の思考プロセスが全く抜けた人間でしたという話です。それでも気づくの難しいと思うんですよ。はい、僕も実は、はい、あの。こう。いやいやいや、とか言ってますけど、同じで、やっぱ厳密に解く。っていうのが、はい、あの。なんだろう、解決した。はい、未解決問題を解決するっていうのは厳密に解くことだっていうのを。で、僕。あの、ドクター家庭でも、厳密解とかが好きで、米点暗雑法とかやってたんですよ。はい、だけど、その、僕の指導教官の、あの、先生に。 の一言が心に響いて、金字を入れるのが物理だって一言があったんですよね。<ー>つまりこう、金字、はい、を入れるっていうのは、本質をつかんで、えっとまあ、厳密ってのはあの、そんなに効いてないあの。この現象。 あんまり聞いてないものまで取り入れられてるっていうのは素晴らしいんですけどそれ取り除いても大方は当たるっていう本質の部分だけを残すっていうのは禁似法で一気に直感的なものが出てきたりするって、はい、そういうことできる人があのすごいだみたいな話を聞いて、ねはい、かっこいいって禁が物理だって言葉がバーン響いて禁、うん、似こそ物理だみたいな。はい で、それからなんかね、かっこいい禁止したい、かっこいい禁止したいばっかりになっちゃって、ね、かっこいい禁止したいと思ってるんですよね。<laughs> ねだからもう、何々禁止とかって言葉がむしろかっこよく,く、うん。呼び乗り禁止とか。呼び乗り禁止作ってください。<laughs> でなんかその、一番かっこいいなと思ったのは、なんかあの、えっ、ー、と、うん、何勉強してきても、割となんか、プラズマとかで出て回転発禁止とか出てきて、うん、なんだそれはとか、<ー>そういう、まあなんかかっこいい何かしら洞察に基づく禁止がすごく魅力的に移ってきたのが後半です。だってほらコメントにも、 僕も近似大嫌いですっていうもう全然最初最初はその余分ですよ感じなんですよでも本当にそれに、うん、あの取りつかれる必要はないよというのを今話をしていると、うん、そうそうわかります大学一年生の時にやっぱり数学が高校とはちょっとバンと変わって、はい、イクシイプシロンデルタロンポが出てくるわけですよね、はい、そうするとやっぱりそういうやってるってすごい数学の精密さに憧れるし、うんそ,うね、その凄さに魅了されて、うん、そういう言葉を使って物理学をやるっていうところに のすごさっても当然あるんで、うん、あのその気持ちは大切にした方がいいと思いますし、まあ、両方ですよね厳密に表現できるのにやらずに禁似を先あ禁止だけやるっていうのも変ですしねあのバランスだと思いますでもなかなかね厳密に解けるものと出会ってないですよ僕は少なくともねみんなそうですねだから厳密に解こうと思ったらもう一個一個それで研究おしまいですからそれでも解くということが。うん うん、それが楽しいと思えなきゃもうそれは違うし、うん、自分がやりたいたかった物理じゃないかもしれませんっていうそれは、うん、いやそのこれ物理学だけじゃないかもしれないんですけど例えば算数数学の話をすると、はい、小学校中学校高校大学と数学の授業で習ったいわゆる演習問題と言われるものは全部解けるんですよ計算をすれば厳密に解けるし答えがあるんですよね、はい、で研究の世界に飛び込んだ瞬間に初めて気づくんですよねあの例題はスペシャルすぎて <laughs> あの、世の中にある方程式の中の0.0000何パーセントなんだっていうぐらいスペシャルな問題で、ほとんどの数学の問題は、はい、えっと、解析的には解けないっていう世界に出て、はい、その状況もツールを失った状況の中で自然現象を理解しようとするっていうのが、いわゆる理論物理学者がやってる一つですよね。はい、そういうのに気づくと近似が嫌いじゃなくなってくる。近似嫌いって言ったら、はい、あの自然を理解できなくなるんでね。そうなんです、ね。そうそうそう。だから 近似が本質だということに徐々に気づいていけた感じも良かったかなっていう、うんまあ、そもそも熱力,熱力学を金字って言っていいのかどうかああ学部でやった熱力学ですよです学部のこの授業でやった熱力学も僕はすごくこれが原理だみたいな言い方しましたけれど、はい、もう一歩先にいくと実はこれもとある近似 だったりするんですよ、ね、まあそもそも本当はねね尻力薬とかで対象にする期待の分子は本当は一個一個力薬に従っている分子なわけで、はい、圧力 P なんてずっとずっと P なわけないですからははい、はい、もちろん禁字筋字切り取り方の一つですからねうんはいそうですよね僕ずっとあのさっきの最初今日の話の最初に出た時間の矢の話、はい、あれも なんで時間に方向性があるのかっていうのはね、はい、今言ったその禁じか禁じじゃないかみたいなところを学生時代からドキドキワクワクしながら考えてましたけどね、そういうところで熱力学好きになった、統計力学好きになったっていうのはありますけどね、はいまあ、時間の方向性話で難しいのは、禁じしたら解決にならないですね、そこだけは。うん、そうなんですよその、ねその。もうちょっと正確な言い方したら、組織化っていうね、粗く見たときに時間の方向性っぽいものが生まれるけども、うん、い,やいやそれは人間が勝手に組織化、粗く見ただけだっていうのがまあ、 これはそういう問題もありますからね。ね本当に、えぇ、ー、センシティブなわなきゃいけない問題も中にはあります。うん、はい。だから禁止は本ームスって言ってるのは、うまい禁止は OK という。そう。はい。もちろんそういうことです。ね、そういうことですけども。うん。あそう、概念モデルに落とし込むということはそもそも禁止なのか。まあそう言っていいだと思います。自分は。はい。概念モデルに落とし込む。何かモデルあ,あ、そう。あのまさに。やっぱり K の設定ですよね。はい、あの、一番大切な、あの、 偉そうなこと言えないんですけど、自分が研究やってて、最初に、えっと、決めることは K の設定で、K を設定してしまえば、あとはテクニックでやれることはいくつかあって、はい、そのテクニックいっぱい持ってるか持ってないかで差はつくんですけれど、はい、K を設定するところは個性なんですよね。はい、で、テクニックっていうのは結構みんな同じようなテクニック持ってたり、教科書書か,かれてたの、それみんなが使える。<て>はい、K を決める。例えば大学入試の問題って、最初から K が与えられてるんですよね。はい、だからあとはテクニックで決まって、そこで差が出るじゃないですか。だけど を決めるっっててやっぱすごい難しくて何を知りたい見た現象、自然を見てて、なんか不思議だな,な、あと実験、論文を読んでて、なんか違和感を感じるなって言った時に、そのことをえと明らかにしようとした時に、どういう経緯を設定すれば、そのことを理解できるのかって決めるところは、これ腕の見せ所ですよね。特にそれが上手なのがまあ統計力学。 そうですね、問題設定を作り、作りがちですね、あるい。その現実的な経を見て、いろいろ複雑ですよね、それを単純な、えっと、アップ、ダウンで2ビット、あ、ビット模型に変える、スピン、スピンの模型に変えたりするっていうようなことで、本質を取り出すとかは、統計力学が、3年生紀あるんでしょうね、きっと、やりましょう、いいね。なんかあれですか、熱力学とか熱力学周辺で、好きなやつありますか、なんか、好きな話。 物理学科の人はこれもあんまりやらないんですよ。はい、でもギブスの創立が好きで。あギブスの創立はこの授業ではギブスの創立あの外したんですよ。やろうかなと思ったけど、はい、おまけ的なポジションです、ねいやあれ。バーッて証明して最後にすげえ、はい、出てくる綺麗な式がピッてこう出てくる、はい、あの魅力を伝えたかったんですけれど。はい えっと統計力学の授業でギブスの創立をやろうと思ってます。<ー>そこでそこで入れようかなと。と 楽しみですね。私、えー、は好きだなっていうのがありますけどね、マニアックだけど、ちょっと。僕、好きというよりも、えっと、授業をやってて学生さんが驚くだろうなって、はい、教育者としての立場でやったときに、はい、ちょっといつもわくわくするのが、さっきも話したクラウジウスの定理とトムソンの定理がありますと、はいはい、この2つは一見違うこと言ってるようなんだけど、はい、実は数学的に同じなんだっていうんですよね。はい、ででもこと言葉なんですよね、あの2つのの、つ原原理は原理、は。この 言葉が等価なんだって示すときに、久しぶりに高校数学の、はい、あの、命題と、うんあ、証明と、何でしたっけ、はい、な何でしたっ高校では。証明高校では題と証明って言うんですか題と証明。命題と証明の知識を使って、はい、この2つが数学的に等価なんだあ、そういう、あ、で論理ですかね。論理と命大でしたっけ、はい、あ、そっかそっか。あの、単元の名前も忘れちゃったんですけれど、はい、その、 あれを説明するときに、なんかわくわくしてて、聞いてる学生さんたちも、はい、え、こんなあのところで、物理学で、この数学出てくるんだっていうのが、多分大学1年生の時には経験してないことが出てき事務、はいはい、条件、事務条件、どっちが矢印もやるってことですね。やってこっちからこっちを導く、こっちからこっちも導く、うん、っていう。で、数学的に10日ですよっていう、はいうん、P なら Q、Q なら P みたいな、うん、でその待遇はみたいな。うんはい あそこを授業をやるときにはと今日の授業を受けた学生さんどんな気持ちで見えたのかなっていうのは自分があそこ衝撃を受けたんで学生時代ねそこが好きというそこはだから授業をやっててリアクションが好き楽しいいやまあそうですねあそこって研究ではあまり僕は使ったことないんで授業でしか使ってないんでああ統計力学楽しみですって嬉しいな 統計力学はね、ぜひ楽しみに、ね、したほうがいいですよ、自分が、まあ、好きだからやってるんですけど。すごい変わった、あの他の量子力学とか相対性理論とかと比べて見てみる見ても、もう全然この切り口の違う学問ですよね、うん、統計力学は。うん、統計力学のイメージはですね、あの諦めないっていうイメージです。はい、それはあの久保良吾先生の演習問題を解くときの気持ちじゃなくて。<laughs> あのそのそ久保公子先生の本じゃなくてですね、統計力学の学問との姿勢しての姿勢で、自分が持ってるイメージが、諦めないなんですよ。え、うん、<の>なんかどういうことだろういや、その、めちゃくちゃ数が多いものを使うわけじゃないですか。あはいはいはい。普通だと諦めますよね。<laughs> あそういうこと二体問題、うう力学の問題で、何か衝突するだけで、はい、あんなにうざったいんですよ。うん、あなんだよ、ここでエネルギー損失があって、あなんだこれで、なんかもう一回跳ね返るんじゃねえとかやってるわけですよ、高校、うん、の時に。うん 3個あったらもうね。カオスです、カオス。3、3以上カオス。いや、でも、1モルぐらいのやつは使うじゃないですか。はいはい。諦めるでしょっていう。はい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 。でも、じゃあどうやって諦めないかっていうと、個々の運動をやめて、もう確率を持ち込んで考えようっていう。はいはい、はい、諦めない。しかも、その確率がどんな分布しているのかもちろんわからない。うん。諦めるでしょ。うん。諦めない。っていう、なんかその、<ー>いっぱい諦めない方法があるか校だと思ってるんですよ。なるほどね。はい、自分は。それが、すごい斬新で、うん、他の物理ではあんまなかったんですよ。 うん。量子力学とかって結構シンプルに潜ってたらたどり着いたもの。はい、何かその、ま、一体大胆な過程も入ってますけど、なんかそういうちょっと種類が違うっていう。確かに。はい。それ、あの、僕科学史、あの、 理科大におられる、その科学誌の先生にお話聞いて、その先生は、あの、はい、えっ、ー、と、ドクター論、あ、修士論文かあ、卒業論文かな。まあ、とにかく大学で専攻したのがマックスウェルだったんですよ。はい、それでマックスウェルのことをずいぶん調べててお話聞いたんですけれど、あの、マックスウェルはケンブリッジ大学で、その、 研究をしてるわけですよね。はい、その時に、あの、あっちの大学っていうのは3時とかティータイムってあるんですよね。はい、でそのティータイムは、えっと、物理学者だけで集まるんじゃなくて、うん、その政治学者もいれば、法学者もいれば、エンジニアもいるし、うん、サイエンティストもいて、はい、そこでコーヒー飲みながら、分野関係なく、うん、君何の研究してんのとか、最近何か困ってんのとか、最近いい発見あったかみたいな話を、もう分野を超えて話すのが当たり前なんですね。うん、もう学問は、どの学問文化だから。はい でそこでマクセルが衝撃を受けたんですって、うんえっと、要は社会学、はい、社会学をやってる人ってもう社会一人一人を調べることに意味をなさないんですよはいつまり一人一人の人間見ても国全体のことは分からないから,からい、はい、そもそも統計的に扱うっていう数学を当たり前のように彼らは使ってたんです、ねうん、なるほどその話を社会学者から聞いて、はい、マクセルは物理学も そういう見方を入れるといいんじゃないかっていうのが発想の起点だったって<ー>あのこれがどこまで本当かちょっとマクセルンプラ編のまだその最初のスタートの時期ですよね。でしょうね。で実は19世紀とかは結構そのまあ数学とか方法論、はい、数学を使った方法論っていうのが物理学だけじゃなくていろんな分野とちの交流があって技術が行き来してたんですって。はい で、20世紀に入って、量子力学とかが誕生していくにつれて、だん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 と物理学者が使っていく数学が研ぎ澄まされていくわけですよね。はい、で、そんな中で今度物理学の方から社会学とか他の分野にその技術が流れるっていうことがなくなってきて、うん、で、だん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 と物理学とか何とか学っていうのがバラバラになった、ちょっともったいない20世紀だったみたいな話を聞いて、面白いですね、二十一2世紀になったから、なんかまたね、はい、なんかその、うん 一見難しい数学の言葉であったり、実験の言葉であったりしても、それをこうお互いこう、ね、伝え合うことで、また新しいものが生まれたりするといいなって、個人的には思ってますけどね。そのためには、えっと、やっぱり大学の時には、大学の授業の内容をしっかりと勉強して身につけるっていうのはもう必要ですけどね。二年生の頃、大学2年生の頃って、 どんな感じで勉強してました大学2年生の頃は。ちょうど熱力学やってるかそうですね、熱力学とかや,り、うん、やってて、えー、っと、まあ、うんまあでみんなよくあることですけども、最終的には素粒子やりたかったので。ああ、僕もそうでしたね。2年生の頃は。背伸び、背伸びしてあの、足つるレベルで背伸びしてましたね、常に。うん どういう難しい勉強をどんどん先にやろうそれまず素粒子やるってことは難しい勉強が必要だっていうのがどっかであったんです,、ねですねまあ、数学も難しいこともやらなきゃいけないと思って、うん、いわゆるちょっとあの、まあ、かっこいい数学いろいろとやってましたね、うん、いわゆるトポロジー基本そこからも微分期間とかやったりとかまあ軍論やってとかってなんか必要だってなんとなく聞いてたから、はい、素粒子やるにはそういう,もう数学がもうめちゃくちゃ必要ですと、はい、じゃあ数学科にやらなきゃと思って。 なんか自分の、の、なんか思い出話を代わりに話してくれてるんで、大体あの物理学科の学生でそのパターンね、僕もそうでした。あでもまさにね、今コメントでリーダー数ってありますけど、もうこれね、一番自分が最初にやったゼミの本が、あの、ジョージアイ。物理学のリーダー数がタイトルなんですけど、僕ほら、ドクター論文、量子スピン系だったんで、リーダー数まみで、まみで。はい。 だからまあその本を先に、最初手に取りまして、で、あの、二コ上の先輩と一緒にゼミをやってたんですね。もちろん初回から脱落ですよ。初回からってことはないでしょいや、初回からわかんなくて。いや、ジョージア次のためのリーダーや、最初って、もう核運動量合成の話から、はいはいはい。一般的な。はい。クレブチゴルダン係数とかね、そういう。で、もうあんまりですね、核運動量よくわかってなかったので、はい。その量子力学っていうの出てくる核運動量わかってなかったので、うん。当たり前に脱落ですよ。 当たり前に雑誌だっだから自分の担当会は作らないでおいてもらって聞くだけに止しましたね。そのやつ、<laughs> うん、その自分を理解するためだけに、まず量子力学を勉強し、あはいはい、スピン勉強しっていうふうに、うん、まあすごく背伸びしすぎた結果、それ足つってる状態だっだから、めちゃくちゃ、うん、でも結局スピンって、まあ、計算のテクニックとか、リーダイ数っていうダ数は理解できたとしても、はい、スピンって何かって言い始めると、はい、まあスピンってほら、古典対応物がないじゃないですか。すね、だから結局、はい 説明難しいですよね。うん、こういう台数っていうのは説明できるんだけどね、そう,なんかそういうところに憧れたりもしましたけど。やりまくりましたとか、<laughs> そういう難しいやつを。あゼミが学科の仲間の先輩とか、こう縦のつながりでゼミを分かっくつながりも、縦のつながりでやったのは、えー、っと、JJ 桜井健太郎さんと漁師的、はいはい、役をやっまして、そこで初めて漁師的学分かった気になれて。はいはい で、あの、今言ったリーダイスとかのゼミって、割と自分学外に出るタイプだったんで、いろんなイベントとかに参加したり、あの、サマーチャレンジっていう学生向けの、その、ケックっていうところがやってる、その、なんか、若手の物理学者を育てるみたいな、研究者様が育てるみたいな、夏の10日間ぐらい、あの、ケックの何もないとこに、遊兵させていただき、遊兵って。もう何ももう、連絡した。インターン、研究し分かって、インターンみたいな。遊兵させていただいて、やるんですけど、そこでなんか、まあ、あの、 知り合った、本当にだからやる気のある、いろんな大学の学生の人たちとか、基本的に先輩だったんですよ自分結構、かなり学部2年生で行ったので、本当は3年生がメインなんですけど、もう早く行きたついて2年生で行って、そこで知り合った人とか、すごく意識が高い人たちとかと一緒に勉強させてもらって、自分は刺激になったなっていう。だからしかもそのゼミ、実はオンラインでやったんですよ。あ、そうなんですかだから、今ね、仕方なくゼミは対面でできない人もいっぱいいると思うんですけど、割と実は、どれぐらい前ですかね、だからもう10年。 近く前ですかね9年8年ぐらい前ですけども実はオンラインでゼミやってましたすごいなズームじゃなくてスカイプ使ってまでで、あのなんだろうタブレット買って当時も一台高いんですけどすごくタブレット買ってそれでなんか詞書きながらとかやってついてきもしないゼミやってましたこれね今勇気を湧くとも呼び乗りの匠さんが大学2年生の時にゼミをやってチャレンジしたんだけど初回から脱落っていう話です初回から脱落あれねあのほら 難しい積分とか100問も解いてると <laughs> こ,のこの人はもうなんか何でもできちゃうんじゃないかと思うけれどうそういう脱落の話とかいいですね、はい、で脱落の経験があるから、まあ、こういう今ね YouTube で授業動画出してるんですけど、うん、そういうのをやろうと思えたわけなんで、うん、なるほど、ね、を感じたからいやもう脱落うゼミなンってもう脱落の日々ですよそうですよね先輩とかでやったらもうにもうねその差を感じていつもショックですよねなんか思い出しました僕もほら学部の 授業で量子力学とか、まあ、いろんなものを勉強していく中でなんとなくこう自分は人よりも理解できてるなみたいなこう気持ちになる時ってあるじゃないですか、はい、それで大学院生になった時に、はい、先輩たちと出会った瞬間にもうなんかすべて心が折れるぐらい先輩方がすすごいんですよね,ですよね学部生の頃のの、ね、院生って本当もうね真面目にやってる人たちを見るとすごく、うん、いろんなこと知ってて、うん、そうですね でもだから自分にとって一番大きかったのがそのいったサマーチャレンジとかその学外で得た経験<ー>結構大きくて、まあ、だから本当にやる気のある人たちがキュッと集まる場所なんです <laughs> キュッと集まってその一か所に集まって <laughs> いろいろ寝ずに議論するんですよ別に話してあ<ー>そこでいろいろとまあその感化されて、うん、でしかもそのサマーチャレンジっていうイベント まあその数物セミナーとかサマーチャレンジっていうイベントがあったんですけど、うん、まあその中でサマーチャレンジって実験をみんなでやるんですね。理論思考だったんですけど、うん、まあ実験はもちろん好きで経験してみたくて、やって、その当時自分がやった実験が、あの万有引力の法則は、はい、あの本当にめちゃくちゃ近いスケールでも成り立つのかという話をったんですよこういう状況ですね。そうミリと。R 字上分の1が成り立つかどうか。はいまあ、逆字上、万有引力の法則って、ね、あの R 字上分の1に比例してますけど、はい あの、それが本当にミクロでも同じですかっていう話があって、で,で、もし破れてたら実はこの世の中が、うん、あの空間三次元じゃないということがガウスの法則が破れるわけですからね。はい、っていうのがちっめちゃくちゃワクワクしてやったんですけど、はい、まあもちろん自分たちがやった実験の範囲では破れずというね、そ,そんな簡単に破れないんですけど、ただその中でその、え、うん、どんな系あ、それはです、ね、あのキャベンディッシュのねじればかりいああはいはいて、はい、はい、なんかまあ,あの、まあ、どれぐらいそのねじれるか、重力で、万有力でねじれるかっていうものが、それこから あの出すんですけど、うん、ちゃんと成り立ってるかどうか、うん、ま。それであのちゃんと測れたというなるほど。ただ自分にとってすごく一番大きな経験だったのが、そこでその担当の先生がいるんですよ。はい、その研究をしている先生が10日間一緒に本当に教えてくれる。一緒にいてつきっきりでで、自分がその実験の実験機を見た時に疑問があったんですよ。はいはい、その時実験系見て、そのえ、この問題は考慮しなくていいの？ うん、具体的に言うと、これはなんかその、ねじるばかりってすごく繊細な実験なわけですよ。うん、万有力ってめちゃくちゃ弱いじゃないですか。ですよね。はい。で、その時に、その、割と物を温めてやる実験だったんですけど、うん、その、自分は対流が気になったんですよ、熱の。はいはいはい。熱の対流の効果は、え、その、考えなくていいのかって言ったら、場が凍ったんですよ、一回。はい、その先生たちと、その、TA の陰性たちが。<ー>えなんか、言っちゃいけないこと言ったのかなって。うん。 そんな熱ってダメだっけ。今僕も今ドキドキしてますもん。確かに確かに。ってなんか、そんななんか NG、放送禁止用語だったかなとか思ったら、<laughs> 実はそれが今まさに研究者で考えられてる問題で、すごい鋭いねって言ってくれて。だから君が最初からこの実験見ててくれてたら、最初に気づけたみたいな。いな言ってくれてもう、もうね、騙されやすいんです。<や>そこでもう、<や>あもう何でもできると思っちゃいましたもうあ。水学やるぞと思って。 それは思う。思う、思う。<laughs> あと、いい、それいい権限ですよね。何気なく思ったことって、言おうと思った時に多くの場合は、こんなの専門家考えて、今言うことじゃないから黙っておこうみたいなことが結構起こりやすいじゃないですか。そうですね。いや、先生たちなら考えてるでしょってって。うん、それを言ったことで、えってなった経験をしたっていうのは、その後、はい、いろんなところで、ね、でいい影響を与えてるんじゃ、ね、ないですかね。うん、ちょっと怖い思い出でものありますからね。喋、あんなに楽しくみんなで話したのに、いきなり場が。 シーンってなってえま<っ>あ、なんか言っちゃいけないこと言ったと思って。よくそういうボケしてますけど、ね。いや、本当に、まあ、それは、ね、そこからいっぱい経験したんですけど、<laughs> あの時初めてですからね。滑ったわけじゃな,くなかったんですよね、なんて言っては。それでもう自信がついて、うん、割とその、ああ、もう、頑張って物理いろいろと、まあ、うん、その大学院とかで行って、まだまだ研究したいなと思いました。それきっかけですね。あ<ー>まあ、だからそれもね、くしくもあの、熱だったってね。熱だった、確かに。大流。対流で。すごいっすごい僕は2、2年生、 2年生の時にえっに、と、友達とや,っぱや,やるんですよね物、物理学科ならではというか、友達と一緒に一冊本を決めて、自主ゼミっていうんですかね、あ<ー>あいうのをやりま,す、ね、やりましたね。はい、なぜかその時やったのが、ペスキンなんですけれど。やりましたねうんな。なんかやるんですよね、あれもね。ペスキンってのはあの素粒子系の 所粒子をやりたい人たちが、うん、まあ、通る道、うん、王道と言われている教科書で、はい、こんな分厚さがあってあの、よくドンキって言われてるんですけど、うん、まあそういうね。白いドンキを見たら、ペスキンと思えって感じですね。ね、まあ、本当にそうですね。うん、はい。もう、あれが有名な教科書があって、分厚い。通りましたね。<laughs> 通りますね,ね。でもその時、ペスキンやった時、はい 4年生とかあったんですよね。そうすると、自分が最上級生だったんですよ。もう投げることなんてできないので、必要に迫られて頑張って死ぬ系やりました。それはそれでよかったんですよ。責任感で逃れられない。1人やったら2ページやめてますけど、もう最上級生でやらざるを得なかった。自分が一番勝たなきゃいけないような立場だったので、もう泣きながらやりましたね。あと、まだ学部生だと、あれですか、いかないのかな。 夏の学校、2つありますね、三あの。夏の学校っていうのがあるんですけど、それは大学院生は基本。大学院生ですね、あれはね。それもすごくいい出会いとかがあってよかったんですけど。3体、確かに3体。3体って、SF のね、面白いでもうみんなよく知ってるんですね。中国の SF 小説ですね。そうなんですね。 あれ分厚いからあのゆっくりゆっくりあの読むのが純正的に読むのがいいと思いますけど <laughs> いやめちゃくちゃあれ難しいですからね最初、うん、飛ばしてもいいでも最初でも僕も3体は最初は知らなかったんですけれどそ,のそれこそ何人かの方にあの、はい、紹介されてしかもそれが学者さんというよりか研究者さんとは全然違った方々であのそれこそその 「君の名は」とかの,、はい、あの新海誠さんにも「山本さんさんと読みました」って言われてで読んでなくて会話ができなくて「でえっと、人工流れ星」をやってる岡島さんっていう、はい、あの。 女性がいるんですけれど、その方にも山本さん3体読みましたって読んでなくて、はいえー、結構いろんな人に言われたから、これ読まなきゃいけないやつだと思って読んだんですよ。うんはい、で読んでびっくりしたのがあの主人公、まあ2人いると言っていいと思うんですけど、はい、あの主人公。あまりネタバレしないように喋ります,けどす。これもすごい難しいですね、喋るのは、ね。そう。はい、主人公的な人が2人いるんですけど、そのうちの1人が専門分野の分野が僕と同じだったんですね。はい、そうですね。はい、本当にまさしくそれでしたね、物性系の。物性系で。はい で、しかもそこに出てくる物質、カーボンナノチューブっていうのがあるんですけれど、うん、あ,うあれもう、だから知りすぎてて、はい、知りすぎてて、そこの中でやってるトリックがどこまでが科学で、どこまでが非科学か分かっちゃうんですよね。あまあ、あ,れはありますからね、うん、そういう、ある理由があって非科学的なことが起きますからね。そ<う>ちゃんとした。それはなんかもう、はい、あのちゃんとした理由があります、ね、ありますよね。ただ単に適当に書いてるわけじゃなくて、理由があって非科学なんですね。うんはい それはでも面白い。科学と非科学の間、非科学というか未科学なんですよ。科学。非科学ちょっと言い過ぎたかもしれません。今科学になっているものを科学と言て人類の科学じゃないやつ。そうそうそう。まだ、えっと、人類が分かってない自然現象のことを未科学と言うんであれば、えっと、その科学と未科学の間が見えるっていうのって、人類の知の最先端じゃないですか。はい。それが SF の中とかで表現されてると、ものすごく嬉しくて、はい。ああ、やっぱこういうふうに人に科学と未科学の間、 伝えるのって大切だなってよく思います。うん、はい。で事業でもそれやれればいいなと思って。はい。じゃ絶対、絶対皆さん読んだ方がいいですね。単体ね。うん。ぜひ、はい、あの体力いると思いますけれど、ぜひ読んでみてください。はい、はい。僕ら回し者じゃないですよ。あのコメントが来たからそれに対して答えただけ。でうん。本当だったら自分の教科書をここで宣伝したいぐらいですけれど。はい。うん。 なんか最後に理科大の2年生にこれから物理学を物理学科の学生さんなんでこれから物理学を学んでいく上でぜひ伝えておきたいっていうことをいただきたいんですぜひチャンネル登録ですかねちょっと待ってよ本当にダメだよそういう最後に,伝え最後にと言われたらそれになります笑ってるのやすさ,やさ,さんだけですからねやすさ,さんだけがうんうんって言ってるんチャンネル登録はねぜひって感じですけどもすごいみんなうん あの、してくれてみたいです。うん。急にコメント増えましたもんね。ありがとうございます。はい。<laughs> いいねも押し上げてくださいね、ここでも。はい、本当に。はい、いや、だからまあ、まあそれが、チャンネルとし,、ね、しましたって出てますよ。ありがとうございます。だからもう今日増やしに、増やしたいなと思ってます。今日増やして。<laughs> あの、これから大学の教育もいろいろと、こういう時代だから、えっと、教育系ユーチューバーの方と。大学教員とか、はい、あとは教科書業界とか、うん、物理が、まあ、物理学科に限らず、学協会とかが。はいろんな形で、この協力し合って、なんかやっていく時代が来ると思うんで。今後とも、ぜひよろしくお願いします。いや本当に、にありがたいです。こんな、呼 <laughs> んでいただいて。大学の授業は、は、え、初めてですか。そうですよ。普通に授業を始めて、だから、こういうご時世じゃなかったら、本当は。 その皆様に立ちたかったぐらいですからね。ああ<ー>。いや、すごい、そんなの、一つの目標ですけど。ああ<ー>。はい、なんか。っぽいことをしたいない。なるほどね。来年の僕の統計力学の授業に現れたり。あ、でもまあ、<や>まだ来年はあれかわかんないです。ちょっと、なと思いますけどね。はい、うん。まだと思いますけど。はい、いや、本当に、だからまあ、あの、じっくり待ってます、その時を。はい。わかりました。はい。はい。じゃあ、今日の、えっと、授業というか、もう、えっと、熱力学の授業は、えっと、これで、えっと、はい、 対面式のリアルタイム授業は終わりにしたいと思います。え、半年間。本当にありがとうございました。じゃあ、二人でバイバイして終わりにしましょうか。そうですね。はい。じゃあ、さようなら、ありがとうございました。はい。切りましょう。はい、じゃあ、どれを、どうやって切るライブ配信終了です。二人とも顔丸いな。これまだ聞こえてます。まだ聞こえてる。顔が丸いなと思って、アンパンマンの二人めちゃくちゃ聞こえてます、こ 最後聞こえてたんだありがとうございます脈絡ない話一時間半よくやったね